はい、こんにちは、管理吉野団でございます。この前ですね、78キロから、85キロまで、まあ、半年で7キロ増量したという話をしたんですけど、で今回は3つのポイントを話したんですね。食事と、筋トレと、あとあれですね、運動量を落とすということ、この3つのポイントを話したんですけど、今回はその最後の3つ目の、運動の量を落とすというポイントについてちょっと解説していきたいと思います。運動量を落とすということなんですけど、まあ増量する、まあ、体重を増やすことに関して言うたら、まあ、その運動量を落とすということはですね、まあ、意外とまあ知られていないこと、テクニックなんですよね。アスリートの方とかって、まあ、僕みたいに運動してたんですけど、アスリートっていうのは毎日筋トレとかワークアウトをしたりして、結構活動量が多くて、消費カロリーが、消費エネルギーが多くなるんですよね。ということはより多くの摂取カロリー、摂取エネルギー、まあ、より多くの食べ物を食べないといけないという状況になるんですよね。でもアスリートっていうのは胃の大きさとかに限界があったりして、まあ、その思うように摂取カロリーの目標量まで到達しないということもあるんですよね。まあ、胃が大きいとか、まあ、めっちゃ多くのものを食べれて、まあ、その目標の摂取エネルギーとか、カロリーに到達できるとしては、まあ別にいいんですけど、まあ、そうでない人っていうのは、まあ、何かしらこう対策をしないといけないんですよね。でその一つが、運動量を落とすということなんですよね。まあ、運動量を落とすことでどんなことが期待できるかっていうのはですね、消費エネルギー、消費カロリーを、低くすることができるんですよね。抑えることができる。まあ、そのアスリートにとっては結構、まあ、ワークアウトしなくて大丈夫なのみたいなって思うんですけど、その落とし方によりますよね。やっぱり筋肉に最低限の刺激を与えてやるか、筋トレだったり、まあ、すれば、まあ、問題はないと思いますけど、まあ、僕の場合はですね、まあ、78キロだった時点ではですね、まあ、週5バスケして、週5筋トレしてみたいな感じの日だったので、まあ必然的に、まあ、めっちゃ自分で食べてるって思っても、まあ、体重がなかなか増えなかったんですよね。まあ、その原因を、まあ、こう考えてみたら、ワークアウトのしすぎで、まあ、その消費エネルギーが、まあ、高い状態が続いたからじゃないかということを、まあ、一応予測して、まあ、その対策としてですね、まあ、そのワークアウトの量を減らしてみようと思って、まあ、週5から、まあ、週2のバスケと筋トレに変えたんですよね。まあ、そこからまあ徐々に体重がまあじわじわと増えていくようになったんですよね。まあ、もちろん食事の内容も改善してですけどね。まあ、結構僕の周りの体重が増えないと言ってる人の多くも、結構ワークアウト、まあ週5とか、まあ、3時間とか、1日あたり3時間とかしてる人もいるんですよね。ワークアウトをたくさんするということは、それだけですね、まあ、内容にもよるんですけど、まあ、消費するカロリー、エネルギー量が増えてしまうんですよね。まあ、だからそのワークアウトが、本当に必要なものなのか、本当に質が高いものなのかみたいな、まあ、3時間こうダラダラと、まあ、なんか無駄に消費エネルギーを増やしているようなワークアウトだったら、まあ、それを1回見直して、より効率的なワークアウトに、まあ、改善するとか、まあ、そういう対策をすると、まあまあより効率よく、まあ、体重を増やすことができると思います。はい。運動量を減らすということの他にですね、まあ、睡眠の質についてもちょっと軽く紹介したいと思います。まあ、休むということなんですけど、体重を増やすというか、まあ、あれですね、筋肉を増やすという点にあたって、まあ、睡眠というのはですね、まあ、結構重要なポイントでもありますね。で、その理由はですね、睡眠中にですね、まあ、筋肉を増やすために、まあ、重要なホルモンが、まあ、分泌されるからなんですよね。成長ホルモンって、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけど、この成長ホルモンっていうのはですね、深い睡眠に入ってから、しっかり分泌されるという傾向があるんですけど、まあ、具体的に言うとですね、眠りの深さで、まあ、レム睡眠とノンレム睡眠って皆さん聞いたことあると思うんですけど、レム睡眠が浅い眠りで、ノンレム睡眠がまあ深い眠りですね。まあ、入眠して、まあ、眠り始めて 1,2 時間後にノンレム睡眠になって、まあ、その時にまあたくさんの、成長ホルモンが分泌されるという特徴があるんですよね。睡眠をまあおろそかにしていると、まあ、その期待できるはずの成長ホルモンがまあ分泌されずに、まあ、もったいないことしてるということになるんですけど、睡眠の質を高めることによって成長ホルモンの分泌をまあ高めてやるということを意識しないといけないんですけど、そのポイントがですね、まあ、2つありますね。
で、一つがですね、まあ、就寝前にその刺激物を飲まない、カフェインとかですね、目が冴えてしまうような、覚醒作用のあるものを、摂取しないということ。で、二つ目が、就寝前は、まあ、スマホとかパソコンを触らないということですね。ブルーライト、パソコンとか、スマホが発する光ですね。は、ですね、覚醒作用があって、まあ、興奮作用があって、その睡眠の質を妨げてしまうということがあるので、まあ、せめて、まあ、その入眠、まあ、眠る1、2時間前、まあ、1時間前には、まあ、そのパソコンとかスマホ、ゲームとかを、まあ、シャットアウトするという対策をするべきだとは思います。というわけだったんですけども、運動量を落とすという、まあ、ポイントについて解説しました。落とす。まあ、ワークアウトの、まあ、質を見直すことと、まあ、ワークアウトの回数を減らすということで、まあ、消費エネルギー、消費カロリーを、抑えてやることがポイントですね。で、食事に関しても、まあ、消費エネルギー、まあ、たくさんのものを食べて、まあ、その消費エネルギーより、摂取エネルギー、カロリーが高くなるような状態を作り出すということがポイントですね。まあ、あとは、まあ、睡眠に関しては、まあ、一応、あれですね、就寝前には、まあ、刺激物を取らない、カフェインとかね。で、あとは、まあ、1時間前には、まあ、パソコンとかスマホとか、まあ、ブルーライトとか、まあ、目に刺激物っていうか、まあ、その興奮作用のある光を浴びないようにするということが、まあ、ポイントでした。では、ご視聴ありがとうございました。